ニュースマグビです。戸田恵梨香さんが所有する車を戸田さんの新恋人成田凌さんがフライデーの張り込み車にぶつけてしまった一件、同志の記者だと名乗った男性に対し戸田さんはあははすごいですねと豪快に笑い飛ばしたそうです。コラムニストの山田美穂子さんは、自分の車を年下恋人に運転させるドライブデートも、事故後警察官やフライデー記者の前でも堂々としていたところも、戸田恵梨香は姉さんタイプでなんだかかっこいいとコメントしています。19歳の藤田ニコルさんが66歳の梅沢富美男さんとの47歳の年の差友情について語っています。藤田さんは初めて共演した時、私は派手な格好で言うことも派手でも、梅沢さんは見た目で判断せずに真剣に私と向き合ってくれたんです。梅沢さんには年上も年下も関係ない、興味のあることや関心したことは素直に受け止めてくださいますとコメント。やり取りはメールで絵文字もないとのことですが、一生懸命さが伝わってきて可愛いそうです。ある生命保険会社が行った子育てを給与換算したらいくらかという調査で、男性の 11.5% が0円と回答しました。これに対し憤りの声も上がっています。しかしファイナンシャルプランナーの中村よし子さんによると、ベビーシッターの時給は最低で1600円から、朝7時から夜11時まで1日16時間雇うと30日で76万8000円、360日で921万円。栄養バランスを考えた食事作りなどの高度な労働は時給3000円、これで試算した場合年収1200万円を超えますとのことです。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。